おや、あなた方は。あれ、フィリップさんじゃない。エステル様、お久しぶりでございます。エルベリ宮に行ってらしたのですか。うん、そうだけど、フィリップさんはオートにでも出かけていたの？ええ、公爵閣下のお申し付けで買い物などをしておりました。ひょっとして離宮で閣下とお会いになられましたか？うん、まあね。その様子ではやはり心ないことを言われたようですな。誠に申し訳ありません。いや、まあ私に対して失礼なことを言ったわけじゃないし、別に気にするほどのことじゃないわ。そう言っていただけると助かります。それでは私はこれで。皆様、追い込んでるわね。あの公爵が小さい時から世話をしてるらしいけど、今のおじさんただ者じゃないと見たわ。え、どうしたのよいきなり。だってあんな風に目をつぶって歩けるんですもの。レンには絶対にできないわ。目をつぶっているんじゃなくて細目なだけだと思うけど、ちなみに驚いていた時はちゃんと目を見開いてたわよ。あら、そ驚いたお顔も見てみたくなっちゃったわ。相手が悪かったな。相手が悪かったな。急いでギルドに戻りましょう。レンちゃんのことについてエルナンさんと相談しな。それもあるが、そろそろ軍の担当者ってのが来る時間だ。忘れてんじゃねえだろうな。あ、たく仕方ねえな。あら、どうしたの。確かギルドっていうところにレンを案内してくれるのよね。小さなレディ、それではお手を拝借しよう。不詳このオリビエがエスコートさせていただくよ。
お断りさせていただくわ。レンはお姉さんの方に案内してもらいたいんだもの。ガーン悪いわね、オリビエ。それじゃあレンちゃん、遊撃士協会に行きましょう。え、おね。やあ、エステル君、先日顔を合わせて以来だな。あれれ、シード中佐じゃない。そうか、軍の担当者ってのはあんたのことだったのか。レイストン要塞から来たのか。ああ、その通りだ。つい先ほど警備艇でオートに到着したばかりでね。そうなんだ、ちょうど私たちも仕事から戻ってきたんだけど。おや、そちらのお嬢さんはひょっとして例の。あ、うん、そうなのよ。ちょっと事情があって連れてきちゃったんだけど。レンちゃん、お姉さんたち少し話があるから2階で待っててくれないかな。あら、ひょっとしてお仕事の話。あ、うん、別にいいけど。お仕事お仕事ってまるでパパみたいな感じ。レン、そういうのあまり好きじゃないわ。レンちゃんって言ったかな。私と一緒におしゃべりでもしない？私、レンちゃんのこといろいろと知りたいな。あなたと？そうね。2階で待ってるね。ふう、助かっちゃったわ。うん、どういう事情かは後ほど聞くとしましょうか。まずはシード中佐の話を。早速聞かせてもらおうじゃねえか。すまない、こちらも急ぎなものでね。まずこの話は王国軍からの正式な依頼と考えてもらいたい。君たちにある件の調査と情報収集をお願いしたいんだ。ある件の調査？不戦条約は知っているね。実はその条約締結を妨害しようとする脅迫状が各方面に届けられたんだ。脅迫状？それは穏やかではありませんね。一体どんな内容なんですか？これをご覧ください。脅迫状だな。内容はこれだけか？ああ、これだけだ。そしてお気づきのように差出人の名前も書かれていない。正直いたずらの可能性が一番高いと思われるんだが。単なるいたずらとは思えない気がかりな要素がある、そういうわけだね。ああ、脅迫文が届けられた場所だ。まずはレイストン要塞の司令部、続いて飛行船校舎、
グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社。そして帝国大使館、共和国大使館、グランセル城、エルベリキュー。全部で9箇所だ。そんなに？なるほど。ただのいたずらにしちゃ大規模だな。軍が気にするのも無理はない。しかし飛行船公社に七曜教会、ホテルにリベール通信か。一見条約締結とは関係なさそうなところに見えるがな。ところが厳密に言うと全く関係がないわけじゃない。まず飛行船公社は帝国共和国関係者を送迎するチャーター便を出す予定でね。同じくホテルもすでに関係者の宿泊予約が入っている状況だ。さらに大聖堂のカラント大司教は女王陛下から条約締結の見届け役を依頼されているそうだし。リベール通信は不戦条約に関する特集記事を数号前から連載している。どこも何らかの形で条約、一体何者の仕業なのかしら。これは一筋縄ではいかない。国際条約である以上、妨害しようとする容疑者はいろいろと考えられるだろう。そうだな。共和国か帝国の主戦派、もしくは三国の協力を歓迎しない全く別の国家の仕業か。もちろん王国内にも容疑者は存在すると思います。そして最悪の可能性が結社ね。で、軍としては俺たちに何を調べさせたいんだ？君たちにお願いしたいのは他でもない。脅迫状が届けられた各所で聞き込み調査をしてほしいんだ。具体的にはエルベリキューとレイストン要塞を除いた7カ所だ。飛行船公社、グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社。帝国大使館、共和国大使館、そしてグランセル城ですね。どこも制服軍人が立ち寄ると目立ちそうな場所だね。情報部を失った今、聞き込みをギルドに頼るのも無理はないかな。恥ずかしながらご指摘の通りだ。そして新しい司令官殿の方針でギルドに回せそうな仕事は片っ端から回せとのことでね。それを実践させてもらったよ。まったくもう父さんも調子いいわね。いかにもおっさんの言い出しそうなセリフだぜ。君たちに依頼したのはあくまで私の一存さ。この度条約調印式までの王都周辺の警備を一任されてね。警備体制を整えるためにはなるべく多くの情報が欲しいんだ。どうか引き受けてもらえないかな。引き受けたいのは山々なんだけど、もう一つ片付けなくちゃいけない事件が起きちゃって。先ほどのお嬢さんの件ですね。かいつまんで説明していただけませんか。
なるほど。確かにそれは放っておけないな。しかし、あんな年端もいかない子供を置き去りにするとは。前にその親御さんと少し話したことがあるんだけど、とっても真面目そうで娘思いのご両親って感じだったわ。何かのっぴきならない事情があると思うんだけど。何かの事件と関わって娘さんを巻き込まないようにしたのかもしれません。しかしそれでしたら一石二鳥かもしれませんよ。え？どうやら蓮さんのご両親は外国人でいらっしゃるようです。なら大使館やホテルなどに問い合わせた方がいいでしょうね。ああ、なるほど。どちらも脅迫状が届けられた場所ってわけか。あと飛行船公社にも乗船記録があるはずだぜ。王国軍も各地に通達を回して親御さんの捜索に協力しよう。関所を通ったのならわかるはずだ。ありがとう、シード中佐。どうやらこのまま話を進めても具体的な調査方法と分担はこちらに任せていただくとして、やはり調査結果の報告は文書と口頭がよろしいですか。ああ、盗聴を避けるためにも動力通信は使わないでほしい。実は本日からエルベリ宮に警備本部が置かれる予定でね。ご足労かとは思うが、そちらにお願いできるかな。うん、それじゃあ調査結果の方はエルベリ宮に直接届けるわね。よろしく頼むよ。ちょっと出かけてくるわ。ティータ、レンちゃん、悪いけどお留守番頼むわね。それなんだけど、レンはティータと一緒にお買い物に行くことにしたわ。え？ごめんねお姉ちゃん、レンちゃんがどうしても百貨店に行きたいらしくて。あら、心外ね。レンちゃんのパパたちの情報が入るかわからないから待っててほしいんだけど。じーじー、うん、ダブルでその目はずるいわよ。いいんじゃねえのか。ティータがついてりゃ買い物くらい大丈夫だろう。それもティータ、レンちゃん、私たちも夕方には戻るから、それまでには戻ってきなさいよ。それと、オートは広いから迷子にならないよう気を。うん、任せて。それじゃあレンちゃん、ええ、もちろんよ。お姉さんたち、ま。すぐに仲良くなっちゃったみたいですね。うん、さすがに年齢が近いだけはあるわね。でもレンちゃんとティータの組み合わせか、微妙に不安なコンビね。あら、どうしてですか。いや、だってティータって押しに弱そうだし、レンちゃんにいろいろと振り回されそうな気がしない？
かに。そういやエルナ、あの子の両親の名前はちゃんと聞き出せたのか？ええ、なんとか。クロスベル自治州に住む貿易商のご夫妻のようですね。名前はハロルド・ヘイワーズとソフィア・ヘイワーズだそうです。クロスベルの貿易商、ハロルド&ソフィア夫妻。うん、手帳にメモしたわ。こちらも OK だ。脅迫状の調査と合わせて聞き込みを始めるとするか。打ち合わせ通り、エステルさんは帝国共和国大使館とグランセル城リベール通信を当たってください。各大使館についてはジンさん、オリビエさんに協力をお願いします。任せたまえ。要するに大使さんに紹介すりゃいいわけだな。グランセル城については殿下よろしくお願いします。エステルさんに叱るべき方を紹介してあげてください。はい、わかった。リベール通信は言うまでもなくエステルさん自身が一番の適任ですね。うん、ナイアルに聞いてみるわ。残りの大聖堂、飛行船公社、ホテルローエンバウムですが、アガットさんにまとめて調査をお願いします。ああ、その方が効率がいいだろう。それじゃレッツゴー。さてと、聞き込みを始めますか。どこから行こうか。ま、どこからでもいいだろう。カルバード大使館だったら俺はフリーパスになっている。すぐにお前さんたちを大使に紹介してやれるはずだ。僕はエレボニア大使館だね。門番の兵士に取り次げば丁重に案内してくれるはずさ。グランセル城でしたら私がいればそのまま入れます。おばあ様に相談してみるのが一番いいかもしれませんね。リベール通信も特に問題なさそうだし。まあいいわ、片っ端から訪ねてみることにしましょう。
おや、君たちは。どうも、遊撃士協会の者です。掲示板に出された依頼を見てきた。おお、待っていたよ。早速依頼の話をするが、かま。ええ、で、それで一体何が盗まれたの？それなんだが、君たちこの辺りを見て何か違和感を感じないかね。違和感？ここって飛行船の写真が展示されているコーナーよね。何かが足りな。わかりました。確かそこの壁にはアルセイユの写真が飾ってあったと思います。あ、そういえば、うん、僕もオート見物の時ここで写真を見た記憶があるよ。ということは盗まれたのはそのアルセイユの写真ってわけか。私の通りだ。朝には確かにあったんだが、昼過ぎにはいつの間にか中張りにこんなカードが壁に貼り付けてあった。麗しの姫君とその友らよ、気高き白鷹の写し絵は我が手中へと舞い降りた。これを求めんとするならば我が挑戦に応えるがよい。第一の鍵は老将の虚に時の傍観者を探れ。はあ、またしてもあいつか。困りましたね。どうやらこの僕に対抗心を燃やしているようだね。怪盗紳士ブルブラン、見喰らう蛇の執行。話には聞いていたが、随分かぶいた男のようだな。おお、犯人に心当たりがあるのかね。それは心強い。よろしく頼んだよ。うん、わかりました。それじゃあ早速調べに行くとしますか。
老将っていうとやっぱりモルガン将軍だろうし、ということはこれが時の傍観者になるのかな。ええ、その可能性は高いと思います。中を調べさせてもらう必要がありそうだね。第二の鍵はシチューに。地にとどまった象徴を探れ。睨んだ通りだったか。まあ、まさか家の中にそんなものが仕掛けられていたなんて。まあ、この家への害があってやったわけじゃないはずですから、安心しても大丈夫だと思います。でも念のため、夜はしっかりと戸締まりをしておいてください。はい。ええ、気をつけますわ。それでは次に行ってみると。地にとどまった象徴か。この白ハヤブサの彫像なんか怪しいと思うんだけど。確かにリベールの象徴たる鳥だからな。それでは調べてみましょうか。第三の鍵は異国の館に。よし、正解ね。でも青き騎士って何を示しているの？親衛隊の大使さんたちのこととか？ああ、確かに青い軍服ですし。いや、異国の館と言っているのに親衛隊では筋が通らないだろう。何よりも美しくないから他の可能性を当たるべきだと思うよ。そういうもんかしら。まあ、似た者同士の言うことだし、ここは忠告に従った方がいいかも。よう、兄さん、久しぶりだな。あれれ、ジンさんじゃないっすか。またリベールに遊びに来てくれたんすか。まあそんなところだ。挨拶がてらエルザ大使に相談があってきたんだが、今いるかい。外出はされてないからいらっしゃると思うっすよ。ところでそちらの方々は。ギルドの仕事仲間でね、うちの大使さんに紹介しようと思ってるんだ。へえ、そうっすか。まあ、ジンさんの連れなら通しちゃっても大丈夫っす。どうぞお通りくださいっす。あ、大使館の敷地内は市外保険になっていますから、くれぐれも不審な行動は慎んだ方がいいっすよ。だってさ、オリビエ。やれやれ、信用がないね。ほう、これはこれは。へえ、これがカルバード大使館なんだ。さすが立派で豪華な雰囲気ね。それにどことなく異国情緒のある内装ですね。ま、東方からの移民を受け入れてきた国だからな。
ちなみにエルザ大使の部屋は2階の奥にあるぞ。うん、わかった。すでに扉は開かれた。猛者たちの舞踏会に参加せよ。こんなところに。なるほど、確かにこの場所は共和国の領内扱いになる。まさに異国の館というわけか。そして青き騎士というのは小説の登場人物だったみたいですね。まったく、ずいぶん手の込んだことをしてくれるじゃないの。でもこれで最後みたいね。猛者たちの舞踏会か。さ、ここの入り口は武術大会などの催しがない時には常だとしたらどうやらここが最終的な目的地のようだね。よし、そんなに時間が経っていないのに不思議なもんだこうして立っているとあの時の歓声が聞こえてくるようだね。確かエステルさんたちは武術大会を勝ち抜いてお城に招待されたんですよね私も観戦したかったです今にして思えば私なんてまだまだ未熟だったけど、でも今回の騒動が片付いたら来年の武術大会にも出場してみたいな。自分の力を確かめてみるためにもそれでこそ旦那の娘だ。そうだな、その時は俺も参戦させてもらうか。さすがにジンさんが相手じゃ勝ち目がない気がするんですけどそれでは僕はエステル君を応援する歌を観客席で歌わせてもらおうかな。愛を込めて、力の限りね。気持ちは嬉しいけど魔獣。どうやら古代の闘技場と同じ趣向のつもりらしいな舞台としては悪くない。観客が不在なのがいささか物足りないがね。来ます。
すみ、子猫ちゃんたち。なんなのよ。手品みたいでしたね。なかなか芸が細かいじゃないか。さすが僕のライバルとして立候補するだけはあるね。予想していた以上にふざけた性格のようだな。まあいい、とっとと中身を調べてみるとしようぜ。うん。我が姫、我が好敵手、そして勇敢なる遊撃士諸君よ。趣向を凝らした我がもてなし、楽しんでもらえたかな。主役の機嫌を損ねたくないので、そろそろ脇役は退場させてもらおう。次なる開口を楽しみにしておきたまえ。ったく、何が次なる開口よ。いい加減にしてほしいんですけど。でもなんだか気になることが書かれていますね。主役とか脇役って一体何のことなんでしょう。言われてみれば。まあとりあえずこの写真を資料館に返しに行きましょう。本当に助かったよ。しかしその怪盗とやらはどうしてアルセイユの写真なんかを盗んだりしたんだろうね。立派ではあるが、写真である以上大した価値にはならんだろうに。まあどちらかっていうと私たちへの嫌がらせみたいなものだから。巻き込んじゃったのかもしれないわ。謝る必要。とにかく本当にご苦労だったね。ここが大使の部屋だ。早速話を聞いてみるか。よし、それじゃお前さんたちを紹介しよう。ん？どうぞ。はい、失礼しますぜ。あら、ジンさんじゃない。先日帰国したばかりなのにまたリベールに来たのかしら。いや、ギルドの仕事でやり残したことがありましてね。またしばらくの間はリベールに滞在しようと思ってます。さすが永久遊撃士、何かと忙しいというわけね。ところでそちらの方々は。
はじめまして。遊撃士協会に所属するエステル・ブライトと言います。こちらの二人は協力者のクローゼとオリビエです。よろしく、大使殿。お初にお目にかかります。よろしく、カルバード共和国大使のエルザ・コクランよ。どうやら面倒な話があって訪ねてきたみたいね。ええ、実は。あの脅迫状の件か。それじゃああなたたちは王国軍の依頼で動いているの？一応そういうことになります。ただ遊撃士協会としても見過ごせる話じゃありません。それを踏まえて協力していただけませんか？まあいいでしょう、我々にも関係あることだしね。それで何を聞きたいの？まずは脅迫者に心当たりがないでしょうか？共和国に条約締結に関する反対勢力が存在するか。それはもちろんいるわよ。例えば私なんてそうだしね。え？ちょいと大使さん、あんまり若いもんをからかわないでくれませんかね。あら、事実は事実だもの。私のエレボニア嫌いはあなたも知っているでしょ。そりゃあまあ勘違いしないで。すでに大統領が決定して議会も承認した案件だからね。個人的な感情は抜きにして話は進めさせてもらっているわ。そうですか。それじゃあ他の反対している人たちは？いるにはいるけど少数派ね。それらの勢力も本気で反対しているわけじゃないし。本気で反対していない？あのね、そもそも不戦条約って実効性のある条約ではないの。国家間の対立を戦争によらず話し合いで平和的に解決しましょうって歌っているだけなのよ。そういう意味では条約というより共同宣言ね。その気になればいつでも破れる口約束に過ぎないということだね。そういうこと。まあ確かにここ十数年カルバードとエレボニアの関係は冷え切っていたから。今回のような機会を通じて話し合いの場が設けられるのは意義のあることだとは思うけどね。脅迫状を出してまで阻止するほどの話じゃないか。あのエルザ大使、カルバードの関係者が脅迫犯ではないとするなら誰が怪しいと思われますか？そうね、個人的な先入観で言えばエレボニアの主戦派あたりが限りなく怪しいと思うけど。新型エンジンの件もあるし、その可能性も低そうなのよね。新型エンジンってもしかしてアルセイユ用の？そう、それのサンプルがカルバードとエレボニアの双方に贈呈されることになっているの。不戦条約の調印式の場でね。さすがアリシア女王、まんまと帝国と共和国を手玉に取ったということだね。ええ、悔しいけど大したお方だわ。
新型エンジンは次世代の飛行船舶の要ともいえる存在よ。それがサンプルとはいえ手に入るチャンスなんですもの。いくら帝国の主戦派にしたって水は差したくないでしょうね。なるほど。ということは帝国共和国ともに不戦条約を妨害する可能性はかなり低いということですかね。そうなるわね。お役に立てなくて申し訳なかったかしら。そんなことないです。容疑者が減っただけでも状況が分かりやすくなったし。あ、それとは別にお尋ねしたいことがあるんですけど。クロスベルの貿易商ハロルド・ヘイワーズ？心当たりはないわね。少なくとも大使館を訪れてはいないと思うわ。そうですか。クロスベルといえば帝国と共和国の中間にある場所よ。帝国大使館にも問い合わせてみた方がいいかもしれないわね。はい、わかりました。いろいろと教えてもらって。あら、どういたしまして。ところであなた、エステル・ブライトと言ったわね。もしかしてカシウス准将の娘さん？あ、知ってるんですか？当たり前よ。かつて帝国軍を破った英雄にして王国軍の新たな指導者ですもの。娘さんがいるとは聞いていたけど、こんな形でお目にかかれるとはね。私はただの新米遊撃士なんですけど。ええ、わかってるわ。うちの大使館もギルドにはいろいろとお世話になっているの。今後うちの依頼があったら請け負ってくれると嬉しいわ。機会があったらぜひ。それじゃあ失礼しました。お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。何か依頼を達成したら。兵士くん、元気でやっているかい？
オリビエさん、今まで何をしてたんですか。おや、どうしたんだい。どうしたもこうしたも、エルモに湯治に行ったっきり行方をくらましたそうですね。ミュラーさんが怒っていましたよ。相変わらず可愛い男だな。って、オリビ、まさかあんた私たちと一緒に行動していることを大使館に知らせてなかったの？愛を求めてさまよう旅路は忍ぶものと決まっているからね。それはともかく中に通してもらえるかな。構いませんが、そちらの方々は？遊撃士協会の人間よ。こちらの大使さんにちょっと話が聞きたくてね。それでこのお調子者に紹介してもらおうと思ったの。なるほど、身分も確かのようですし、お通ししても良さそうですね。どうぞお通りください。大使館の敷地内は治外法権となっていますので、くれぐれもお気をつけて。うん、ざ、ほう、こりゃまた立派な建物だな。大使館に劣らず豪華な雰囲気の内装ね。それにして力強い雰囲気。帝国風の調度で内装が統一されているみたいですね。帝国の意向をアピールする舞台だからね。残念ながら役者の方がやや見劣りしているようだが。何を不穏なことを抜かしているか。親愛なる友よ、久しぶりだね。元気にしていたかい。貴様というやつはあれほど常に所在を連絡しろと言いつけていたにもかかわらず、これも恋の駆け引きさ。離れているからこそ募る思いもあるものだからね。エステル君、感謝する。どうやらこのお調子者が迷惑をかけてしまったようだな。ま、それほどでもなかったわ。比較的おとなしくしていたしね。まあそこの変人は放置しておくとして、どうやら帝国大使館に用があって来たみたいだな。あ、うん、実はここの大使さんに話を聞きに来たんだけど。あの脅迫状か。自分も気にはなっていたが、ギルドが動くとは思わなかった。王国軍の依頼ということかな。一応そうだけど、できるだけ中立の立場で調べさせてもらうつもりよ。いい心がけだ。それでは自分の方からダビル大使に紹介しよう。そのお調子者よりは信用してもらえるはずだ。え、いいの？いや、助かるぜ。ありがとうございます。そんなに僕って信用ない？え、アルトでも思ってたの？ま、お前さんの紹介だと余計な誤解を招きそうだしな。賢明な判断だ。ダビル大使は2階の執務室にいる。
確認を取ってくるからしばらく待っていてくれ。うん。執務室なのかな。その通りさ。それでは華麗に乱入して大使殿を驚かそうじゃないか。ミューラーさんにぶん殴られるわよ。待たせたな。大使がお会いになるそうだ。あ、うん。ようこそエレボニア大使館へ。私はチューリベール大使のダビル・クライナッハだ。遊撃士協会のエステル・ブライトです。ジン・バセック、同じく遊撃士協会の者だ。ジェニス王立学園2回生クローゼリンツと申します。そして愛と平和の使者オリビエ・レインハイムさ。君か。何でもエルモ村に行ったきり行方をくらましていたそうだな。あまりミュラー君に心配をかけるのはやめたまえ。もちろん私にもな。これは手厳しい。それはともかく、例の脅迫状の一件で話を聞きに来たそうだな。どんなことが知りたいのかね。それじゃあ単刀直入に聞きますけど、大使は脅迫者に心当たりはありませんか。例えば帝国内で条約締結に反対する勢力とか。率直な物言いだ。しかしあいにくだが、全くもって心当たりはないな。皇帝陛下も条約締結には随分と乗り気でいらっしゃる。それに異を唱える不届き者など我が帝国にいるはずがなかろう。そう断言されると、それじゃあ大使さんは帝国以外の人間の仕業だと。当然そうなるな。大方カルバードあたりの野党勢力の仕業だろう。政治の弊害というやつだ。そりゃどうかと思いますぜ。確かに共和国の与党と野党は毎度のように対立してますが、たとえ条約が阻止されたとしても大統領の責任になるとは思えない。ふん、詳しいことは知らんよ。確実に言えるのは、脅迫者が帝国の人間ではありえないことだ。それだけ分かれば十分ではないかね。あのダビル大使、オズボーン宰相閣下は不戦条約について
どのように受け止めてらっしゃるのですか？何？ほう。なかなか鋭い質問だね。帝国政府の代表者、鉄血宰相オズボーン。国の安定は鉄と血によるべしと公言してはばからないお方でね。全土に動力鉄道を敷いたり、いくつもの自治州を武力併合したりと、まあとにかく精力的な政治家さ。そんな人がいるんだ。こらオリビエ君、自国の宰相を批判めいた言葉で語るのはやめたまえ。別に批判をしているつもりはないけどね。ただもう少し協力的になっても罰は当たらないんじゃないかな。先ほど共和国のエルザ大使からいろいろと話を聞かせてもらったが、あちらの方がはるかに協力的だったよ。何？このままだとエレボニアという国の度量が疑われてしまうことになる。それが僕には耐えられないのさ。ダビル大使、その件に関しては秘匿すべき情報はありません。率直な事情を説明しても問題ないのではありませんか？まあよかろう。先ほどの質問だが、陛下と同じくオズボーン宰相も条約締結には極めて好意的だ。むしろ宰相の方から陛下に進言したと聞いている。ほう。それってやっぱり新型エンジンが目当てですか？いや、彼が陛下に進言したのは新型エンジンの話が出る前らしい。まあ事情はどうあれ、私としては妙な圧力もかからずにほっとしているというのが本音だ。うん、なるほどな。こりゃ帝国関係者も白の可能性が高そうだぜ。うん、そうみたいね。大使さん、教えてくれてどうもありがとうございました。どうだ、私が最初から言った通りだろう。犯人探しがしたければさっさと他を当たるんだな。あ、ちょっと待った。実はもう一つ聞きたいこと。そうか、それは不憫なことだな。帝国商人なら時々この大使館を訪れるが、さすがにクロスベルの貿易商には心当たりがないな。ミラー君の方はどうだ？いや、自分も記憶にはありません。そっか。こっちも前途多難な雰囲気ね。しかし凶悪犯と迷子の親を同時に探しているとはな。月並みな言い方になるが、諦めずに頑張るといい。あ、はい。では自分が門まで送ろう。Thank you.
ミューラーさん、ありがとう。おかげで大使さんからいろいろと聞くことができたわ。いや、大したことはしていないさ。それに本来3カ国の問題だ。協力するのは当たり前だろう。違いない。なんとか解決できるといいんですけど。うん。あれ、どうしたの、オリビエ。いや、少し考え事をね。脅迫事件の話じゃないから気にしないでくれたまえ。お、うん。オリビエ、オートにいる間は大使館に泊まるんだろうな。もちろんさ。いつものように君のベッドで甘い夢を見させてもらうよ。お嬢さん方が信じるからくだらない冗談をさえずるな。あまり冗談が過ぎるとすまきにして床に転がすぞ。いや、それっていわゆる緊迫プレイ。お望みとあらばな、ミノムシのように窓から吊るしてやってもいい。ごめんなさい、調子に乗りました。なじみ。なんだかんだ言ってバッチリ息が合っているな。おぞましいことを言わないでもらいたい。まあいい、俺はこれで失礼しよう。調査の方頑張ってくれ。城とリベール通信ね。手がかりがあるといいんだけど。そうですね。
Thank you.